81 9982 9983 9974 9975 9976 9977 78 79 80ちょっと待てエリク。え、どうかした？さっきからどんどん腹筋の数が減っているのは気のせいだろうか。だっていつもすぐ終わっちゃうから難易度上げようかなって。あ、いや、腹筋1万回は十分きついんだが、できれば普通に。ひどいよアルフレート。僕アルフレートのためを思って一生懸命手伝ってあげたのに。あ、いや泣かないでくれエリク。お前を責めているわけではないんだ。じゃあ泣き止む代わりに僕のお願い聞いてくれる？お願い？うん、実はティアナに頼まれたことがあって。何、ティアナか？そういうことなら喜んで協力するぞ。本当？じゃあ詳細はここに書いてあるから読んでみてよ。おお、どれどれ。エリクに頼みたいのはマティアスのことなんだけど、どうしてあんなに野菜が嫌いなのかな。健康にも悪いし、マティアスにはどうしても野菜を食べられるようになってほしいの。ちょっと気持ち悪いんだけど。だいたいティアナはそんなオカマみたいな話し方しないよって書いてあるけど、オカマかどうかもわかんないよ。わからないな。あ、なんかいろいろすまない。それよりマティアスに野菜をか。これはなかなか難しい問題だな。別に僕はマティアスの健康なんてどうでもいいけど。いや、ティアナの心配はもっともだ。この程度の問題は軽く克服してもらわなければ、王としてファザーンのために示しがつかない。ん？ファザーンの民がどうかしたのか、アルフレード。ちょうどいいところに今マティアスのことを話してたんだよ。何？俺のことを？ああ、よく聞けマティアス。お前には本日をもって野菜嫌いを徹底的に克服してもらう。野菜嫌いを克服だと？ああ、健康に悪いから心配だってティアナが。余計な世話だ。俺は今日まで野菜を食べずに過ごしてきたが、どこも悪いところなどない。本当かな？巧妙に隠してるだけで、実はお腹周りがやばいことになってるんじゃないの？なんだと？よし、わかった。それなら、俺の体には贅肉など一切ついてないと、今ここで証明してやる。で、証明ってまさか、服脱ぐ気？気持ち悪いからやめてよね。だいたい、ティアナが帰ってきたらどうするの？構わない。俺が健康体だと証明するためだ。ちょっとアルフレート黙って見てないで止めてよ。アルフレート？ああ、いや。この際、確認しておくのも悪くないと思うんだが。え、は？何言ってんの？実は日頃どの程度体を鍛え上げているか興味があってな。さあマティアス、エリクに構わず脱いでくれ。おい、どうしたんだ二人とも。何か変なことを言ったか？そもそもマティアスはなんで野菜が嫌いなの？お前は肉が嫌いなのに理由があるのか？特にない。嫌いなものは嫌いだし。俺も同じだ。そっか、じゃあしょうがないね。ああ、仕方がないな。おい、そこで終了するな。ティアナが心配しているんだ。真面目に考えろマティアス。俺は野菜など食べなくても不便を感じたことは一度もない。今はいいが、年を取った時病気になるかもしれないんだろう。あ、そうだ、俺がいつも飲んでいる特製飲料を一緒に飲んでみないか？特製飲料？ああ、腹筋の後に飲もうと作ってあったんだ。さあ、ぐいっと行ってくれ。
この鮮やかな緑色は一体何が入っているんだ。俺もよくわからないが、飲んだ後思わずもう一杯と叫びたくなくなるな、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 まずいんだ冗談じゃない。こんな青臭いもの誰が飲むか。え、そうかな。美味しそうな色だと思うけど。ならエリク、お前が先に飲んでみろ。僕が？じゃあちょっとだけ。どうだ？なにこれ、すっごく美味しい。はあ、美味しい。一口飲むと雑草っぽい青臭さが鼻に抜けて、飲み込んだ後も強烈な苦味がいつまでもまったりと口の中に。嬉しいぞエリク、お前も気に入ってくれたか。マティアス、これ絶対に飲んだ方がいいよ。一日一杯飲むだけで効率よく野菜が取れるぞ。待ってくれ、俺は。さあぐいっと一気に。いや、一気になんてダメだよ。ゆっくり味わわなきゃ。いやだ、やめてくれ。頼む、誰か助けてくれ。さあ、ティアマか。ちょっと話がある。お前の部屋に行こうか。おい、待て、マティアス。飲まないなら僕もらっちゃうよ。まったく、お前のせいで大変な目に遭った。どう責任取るつもりだ。俺のことが心配で気遣ってくれるのは嬉しいが、そうだな、お前が作って食べさせてくれるなら少しだけ口にしてもいい。ああ、本当だ。だが今は俺をこんな目に遭わせたお仕置きに、お前の甘い唇をたっぷり味わわせてもらうとしよう。この腕の中にお前を抱きながら、たっぷりとな。はい、ということでね。はい。はい。ありがとうございました。朗読劇、猛獣使いと王子様でした。今一度お気なくしよう。司会をやりながら大変ですね。私は今どっちの立ち位置にいればいいのか。ここから司会でお願いします。あ、もう司会でいいですか。はいはい、もう司会に行っちゃうんですか。もう司会です。はい、あ、じゃあ感想言っとく？一応。言っとく、誰が？私です。はい、司会に戻る前。そうだね。私はそうですね、多分猛獣使いと王子様はイベントで何度か今までもドラマやらせていただいてるんですけど、必ず腹筋から始まってる話なんですね。オープニングもそうでしたもんね。そうなんです。そうなんです。そうですね。これもデフォルトなんですかね。台本もらって、あれこれ前と同じ話なのかなって思っちゃうぐらい。毎回同じなんですよ。鍛えてますね、うん。なんでもう毎回ね、自分で数字だけ変えるようにしてるんですよ。なるほどね。回数だけ。本当はもうちょっと少なかったんですけど、台本上はね。だいぶね。持ってるんですね。持ってます。持ってましたね。カジ君ですから。カジ君どうでしたか。そうですね、ま、鳥海さん今おっしゃったように、こう何度か朗読劇をやらせていただいてるんですけど、はいはい、ゲーム本編もまあそうだったのかもしれないですけど、こう回を重ねるごとに、こんなにエリクって嫌なやつだったっけ。もともともうちょっとなんかかっこよかったりとか、可愛かったり ね、ダークなところがあったりとかっていうイメージだったんですけど、ただなんか、ただ嫌なやつに、なんか小ずるいやつみたいな。そうなんですよ。でもその方が演じてて楽しいでしょ。実は、ね、確かに楽しそうにやってましたよね、さっきね。なんか、それっていいんですかね。いいんですよ。いいんで、もともと持ってるものなんだ。ちょっと待ってなんか、だからさっきその話してたじゃん。じゃんですか。別ちょこちょこ最近お会いするんですけど、どうしても僕をそういう感じにこう持っていこうとされるところがありまして。ね、まあでも、そろそろ出してってもいいんじゃない。いいんじゃないかな。カジ君、先輩って怖いね。もう腹黒とか最高っす。サンキュー。
そんな緑川さんいかがでしたか、うん、初めてですもんね、イベントで。そうですね。もちろん楽しかったんですけど、動物もやりたかったですね、できたら。あ、そっか、ね。今回はずっと人の形。そうでしたね。それとかで、よくおまけのやつとかでドラマっぽいことやったり、演劇みたいなのやったりすると、意外にまだやつノリノリなんで。結構やりたがりですよね。そっちもちょっと機会あったら。劇中劇みたいな。そうそう、やってみたいなと思います。今度また機会あったら、そういった、うん、そうですね。そうですね。はいはい、一人だけ足りないんですけども、ね、4頭台なんですよね。おかしいなぁ。アヒルみたいなのがいない人がね、ちょっと寂しいんですけどね。おかしいなぁ。なんか別の人についてっちゃったんですよね。じゃあそれは皆さんぜひ次回のお楽しみにということで、はい、はい、じゃあ改めまして猛獣使いとおじさましみ、大きな拍手を。ありがとうございました。